あ、ここほらモスバーガーオープンしてますね。お客さんも入っちょるよ。鉄屋小室ですね。これほら鉄屋小室たこ焼きですよ皆さん。アイナコーエドワーです。今ね SM メガモールにおるんですよ。今日もね暑いですね。ちょっとね今の曇ってきておりましてね、まあだいぶとね日は照っちょらんのですけどね、それでもねまだ暑いですね。ほらこっちがねエッサなんですけどね、なかなか渋滞をしておるでしょうね。え結構な交通量ですね。ほいでね今日はねちょっとこのメガモールをうろちょろしてみようかなち思ちょるよ。皆さんフィリピンしてますか。いやここもね前回の撮影が去年の10月とかそんなもんでしたね確かね。それ以来ですね。どんなになっておるんかね楽しみですね。じゃあ SM メガモールどんとこーい。はいと、これで中に入ってきましたね。うん、やっぱメガモールともなると人もまあまあおりますね。お、なんかあんなとこにお好み焼きがありますね。しかもほらドラえもんのお面ですね。ドラえもんとあれはドキンちゃんですね。であれフナッシーですかこのなんかようわからんですか仮面ライダーとね。あこれ道頓堀ですね。道頓堀のお好み焼きですね。こんなんやってんですね。この入ったところでね。でもあんまり人がおらんですねこれね。座席は空き気味ですね。分かって中に入ってくるとね結構人多いですね。なんかあなんかほらあそこでバーゲンセールやってますね。テント立ててねあの SM のねバイワンゲットワンとかね結構多めですね、まあ、フィリピンはねこのバイワンゲットワン多いですからね。めっちゃ人いますね。長期もほらちょっと並んでおる感じですね。でここねジョリビーね。ジョリビーは当然並びますわね。これテイクアウトですね。あでも中は結構空いてますね。並んではおりますけどね。ほらここもほら結構な人でしょうね。大盛況ですね。だからスーパーマーケットはね当然ね人は多いですからね。いつも通りね。 SM のねスーパーってめちゃんこ並ぶんですよね。キャッシャーのところでねだもんでねあんまりね SM でこうスーパーマーケットで買い物しようと思わんですよね。だからここでもね結構ほら並んでおるでしょう。結構多いですね人は。あなんかほら新しい SM のほらエコバッグが出てますね。あニューバージョンですね。フィリピンのスーパーマーケットでねこう買うても詰めるのもねこの店員さんがやってくれるんですね。それでね時間がかかるんですね。だまでこうめちゃんこ並ぶと日本みたいにね自分でやらしゃねもっとねシュイシュイ行くんですけどね。まあ、フィリピンやったらねレストランでもあのマクドナルドみたいなとこでも片付けませんからねお客さんはね。ほらあそこでほら店員さんが歌歌っちょりますよ、まあ、フィリピンでは当然ですね。ここなんかのコーヒーですね。いい香りだ、うん、これがほらフードコートみたいな感じですけどね。まあ思ったよりも人はおりますね。まあね、あのほら規制が厳しい目の GCQ にね緩和されましたからね。それもあるんでしょうね。でもしかしたらね6月からはもうちょっとね規制も緩和されるかもしれませんからね、うん、いやまあまあちょいちょい人はおりますね。これここ片鱗ってあるでしょう。ここのね商売好きなんですね。ここはね安くて美味しいですよ。おすすめどすよ。
帰ってね、人は多いんですけどね、こういうアパレル関係のお店はそんなに人がおらんですね。うん、やっぱり食べ物屋さんはね結構多いんですけどね、こことかね、時計屋さんあんま人おらんね。もうセリーヌですけど、ジェンジェンですね。うん、やっぱり今はねファッションなんかにかまっておる場合じゃねえって人多いですね。でフィリピンやったらね、もう安い服なんぼでもありますからね。 T シャツなんかでもね100ペソぐらいでねギャンギャンありますからね。この辺がほら SM のセール中ですね。 Buy one get one ね、 50% オフとか 20% オフとかね、バーゲンセールラッシュですね。アートバー、ここなんか結構お客さんはおりますね。結構あの絵とかそういうようですかね、キャンバスとかね。このねパンデミックでね、ほら家に閉じこもることが多くなったから、絵描く人なんかもね増えてんですよね今ね、フィリピンで。個展とかやってる人もねいますしね。なんかこのパンデミックで変わりましたよね、いろいろとね。植物育てるのが流行ったりね、絵描くのが流行ったりね。なんかねこのメガネ屋さんってなんかわからんけど、どこも結構大盛況ですね。みんなメガネを求めておるんですかね。あ、これやっぱり食べ物屋さん関係はね人が入り気味ですね。うん、サニーズカフェとかね。なんかここもほら洒落た感じの植物屋さんですね。ここね前々から結構植物屋さんでしたもんね。なんかちょっとシャレ出ますね。あ、ここなんかテーブルとかありますね。あ、なんかお店ですかね。うん、いい感じですね。ここアンタスポーツね、アンタスポーツもまあ人は少ないですね。うん、あっちにほら元気寿司がありますけどね。元気寿司もちょっと中に人が入っておるのかどうかはここからではちょっとわからんですね。ここヤブね、ヤブはもう相変わらず人多いね。並んでる人もいますからね。いや、ほんまにヤブはね、どのヤブもねあの人いっぱいですね。ジョリビーみたいですね。うん、結構ね人いますよね。これほら明るくていいですね、天井がね。あ、これほらサンボコ人もやっちょりますね。サンボコ人でね、ビュッフェレストランですね。でこっちはほらボテジュです。ボテジュもまあ、ボテジュもまあまあ人は入っておりますよ。やっぱほらレストラン関係はね、やっぱどこもね結構お客さんが入り気味ですね。このサンボコ人もほら結構奥の方に人多いですもん。まあまだね人数制限しておるでしょうけどね、入れる人のね。ほら美味しそうですねこれね。いやじゃないね、ほらこれ上からの感じね。なんかほら雰囲気いいですねここね。なんでしょうね、レストランですかね。でも誰も何も食べてはないですね、座ってるだけでね。なんかようわからんが雰囲気がええと、そういうことですね。あ、ここほらモスバーガーオープンしてますね。ほらお前ね、あの壁でしたけどね、もうすぐ開くでみたいな感じで。おお、ついにほらモスバーガーオープンですよ。お客さんも入っちょるよ。やるね。モスバーガーもね、僕あのイーストウッドのあのモスバーガートラックで買って以来ですね。あ、ほらこれほらエビカツですよ、エビカツ美味しそうだ。結構流行っちょるねモスバーガーね。ほらメニューありますよ。ほら
300ペソぐらいしますね。和牛バーガー409ペソ。和牛ガーリックライスバーガー409ペソ。この和牛がいっちゃん高いんですかね。でね、ここほらおにぎりとかねありますからね。あ、こっちほら豚骨チャウダーってスープみたいなのもあるんですね。皆さんモスバーガーオープンしちょるよ。いや結構ね、あそこのモスバーガーね、長いことオープンしますよ言って全然してなかったですからね。いつの間にやらオープンしちょりましたね。まあ、モスバーガーはうまいですからね。また行ってみようかなち思うちょるよ。でもね、結構人おるんですけどね、やっぱりこう子供がおらんですからね、なんかちょっとね、あの盛り上がりには欠けますね。やっぱ子供ってね、あのやかましいですからね。でね、なんか動き回りますからね。その子供たちがおらんということでね、なんかね、人はおってもなんかね、盛り上がらん感じですよね。ほら、ここね、丸亀うどんですね。やっぱ丸亀もね、人入っちょるね。やっぱここも内装がいいですよね。この光の感じとかね、並んじょるもんね。やっぱりなって感じですね。でここほらシネマですね、映画館ね。まあね、フィリピンではまだ映画館は再開できんですからね。まあ、こういうねアクティビティ関連っていうんですかね、例えばボーリングとかね、そんなもできんですね。ほら見えます、これ奥の方、闇ですよこれ闇。来年ぐらいにはできんですかね。今ね、まだ遊園地とかそんなもできんですからね。あと何ですか、マニラオーシャンパークとかそんなも閉めてますしね。いやー、えらこっちゃですよ。この辺もメガニ屋ですけどね、さっきのメガニ屋さんはすげえ大盛況でしたけど、ここは誰もおらんですね、お客さんもね。なんか違うんですかね。あ、ほらあそこにラーメンナギがありますね。あっち側にラーメンナギが、これ多分新しくできたんでしょうね。こんなとこなかったと思うもんね。あ、結構お客さんは入っちょりますよ。なかなかやりますね。フィリピンもね、ラーメン屋さんは結構人気ですからね。今はね、フィリピン初のラーメン屋も多いですしね。僕がほらこの間行っておったラーメン食べ放題のねお店とかもね、フィリピン人がオーナーですからね。この辺はちょっとあんまりお客さんがおらんですね。まあメガモールでもね、まあ広いですからね、全てのエリアに人がね、ようさんおるわけではないですわね。そらね、ここもシネマですね。メガモールのシネマはでっけえですね。まあここもね、闇ですね。真っ暗闇でしょう。あ、なんかほらベンチアクティブってありますね。ベンチってね、フィリピンのアパレルですね。こんなんですね。ベンチアクティブはだからこうスポーツ関連のですかね。ほら、あ、ベンチアクティブのほら蹴ったマシーン売ってますよ、これマウンテンバイク。8995ペソみたいですね。ほら切り替え付きでね、懐かしいですねこのマウンテンバイクってね。僕はね、子供の頃ね、ドサンコ流行りましたね。僕の周りの友達もね、みんな乗ってましたからね。ポンと、いやー人はね、まあ降りますねこの辺もね。あ、ここほら小諸そばですね。確か前回ここでご飯食べましたよね。ここはね、あのジャパニーズレストランですけどね、すげえね安いんですよここ。今もね、なんぼやろ、ほら定食関連もね139ペソとかそんなんでありますからね。ミックス天ぷら定食139ペソ味噌サバ定食189ペソとかすげえ安いんですよ。だからほら結構ねお客さん入っとるでしょう。ここはね、安くで日本食を食べるならあそこですね。あ、こうメイリンですね。ここのね小籠包美味しいですね。なんかほら犬がおりますね。フィリピンはね、あのペットでも
こうやってショッピングモールはギャンギャン入れますからね。ちゃんとほらおむつして、もうカメラに興奮しちょるよ。でこの下がフードコートですけどね、見える範囲ではまあちょいちょい人は座っちょりますね。なんかこの辺ほら子供関連のものが安くで売っちょりますね。あんま売れちょらんのでしょうね。これ時計ですけどね、売れてんすかね。お客さんはおらんですね。でここほら水野ですね、ゴルフ関連のほらクラブとか売っちょるよ。まあ、僕もそろそろねゴルファーとしてやるべきでしょうかね。まあ、でも水野もねお客さんはおらんですね。まあ、この辺がねスポーツショップ関連が多いですけどね。この辺キャンプとかね、まあ、今ねキャンプなんか誰も行かんでしょうからね、なかなか厳しいでしょうね。コロンビアとかね、こんなねこんなとこ誰も行かんでしょうからね。今ね行っておったらえらこっちゃですよ。あれ途端に静かになりましたね。でここほらカルチュアね、ノースフェイスですね。ノースフェイスもお客さんはおらんと。いやー厳しいですね、どこもね。このフィラとかね、フィラはお客さんいますね。フィラはね結構若い女の子に人気がありますね、フィラの靴ね。じゃあちょっとね地下に降りてみようかな。ちもうちょるよ。いや地下には何があるのかなと。あ地下もね結構人はおるね。おるおる、なんかすげえ並んでますね。あそこな、なんでしょうね、あの行列は。何屋さん、あれ、あたこ焼き屋さんですね。5、6人並んじょるね。 TK たこ焼きやて、鉄屋小室ですね。これほら鉄屋小室たこ焼きですよ皆さん。これ人気ですね。TRF ですね。ここがねほらフードコートですけどね、やっぱメガモールともなるとフードコートもでけえですね。人も結構多いですね。席は埋まり気味です。パンダしゃぶしゃぶやって、こっちのね言うしゃぶしゃぶ中国風しゃぶしゃぶですからね。ここは締めちょるね。この辺もね締めちょりますね。なんかお寿司ね、ほらそっちほらとんかつも締めちょるね。ほら美味しそうですね。ほらジュー言うてほら、ほんまに熱々だ。あ、ここもほらラーメンですね。あらやラーメン、あらやってほらひらがなで書いちょるよ。こんなんですね、あらやラーメン。あらやスペシャル280ペソなんですよ。ほんまにね最近ラーメン屋さん多いですね。ラーメンはうまいですからね。でラーメンにもねほんまにもういろんなのがありますよね、種類がね。なんか昔ながらの醤油ラーメンもあるやね、なんかおしゃれな感じのねラーメンもありますし、担々麺みたいなのもあるし、じゃーじゃー麺みたいなのもあるし、まあいろいろありますよね。結構ほら人多いでしょう、座っておるでしょうみんなね。席がねあんまり甘っちょらんね。ね、結構人多いでしょ。あ、これゴートキング締めちょるね。なんかね、人々が結構落ち着き気味ですね。あんまこれ、ね、やがましく主張なんですね。珍しいですね、フィリピンで。なんか、わりかし人々が静かちゅうのね。ほら、あっちにほら、お馬さんがおりますけどね。まあ、当然これも動いちょらんですよね。あここほら相撲肉、これね最近なんか増えてきてますね。まあ、ここも食べ放題ですね。
めっちゃ並んでますね、スモー肉。すごいな。ほら、これスモー肉ですよ。アンリミテッドモッツァレラチーズね。これほら、スモー肉ですよ、この人は。これ日本人やったら絶対こんな名前つけませんよね、スモー肉ね。すごい人気ですね、スモー肉ね。10組ぐらい待ってる感じですよ。でほら、その隣のこのサボリね、誰もね、あ、1組ですね。どうですか、このサ、こっちと、ほら、こっちと、ほら、どうですか、これ。えらい差でしょ。お、スターウォーズですね、あれ。マントがヒラヒラしてますね。どうですか、アナキン・スカイウォーカーみたいでしょ。これもスターウォーズにアイアンマンに。ほら、これトイキングダムですけど、子供がおらんですね、お客さんでね。まあ入れませんからね、ショッピングモールにね、子供は。門外ですよ皆さん。何ですか門外。チキン屋さん、多分チキン屋さんですね。なんか名前がですね、門外ってね。あ、ここほら、キリンいますよ。キリン。キリンとかパンダとか、ズーコーヒーね。あ、これほら、めっちゃ美味しそう、これ。ほら、これとかほら。これ絶対美味しいでしょうね。僕もね、こういうのをね、もっとこう、レポートしていた方がええのかもしれないですね。江戸チャンネルってね、おじさんしか見ちょらんですからね。そろそろね、こう女性もね、獲得していく必要がありますからね、視聴者さんとしてね。あ、 YouTube ってね、このアナリティクスっていうのがあって、そこでね、全部ね、わかんですよ、視聴者さんどんな人がおるとかね。それによると、まあ、男性と女性の割合ってあるでしょ。あれでね、女性の割合 6% ですからね、江戸チャンネル。だから江戸チャンネルほら、1万人ぐらいおるでしょ、サブスクライバーの人たち。ってことは1万人のうちの6% って何人ですか？ 600 人ですか？ 600 人しか、だから女の人おらんのですよね。だからあとの9400人はおじいさんってことですよ。しかもそれね、年齢別も出るんですよ。で、いっちゃん多いのが65歳以上ですからね。で、55歳以上で、全体のね 70% だかな。だからもうほぼほぼおじさんしか見てないんですよね。そんだけね、フィリピンにね、興味がないんでしょうね、若い人はね。若い人と女の人ね、あんまりフィリピンに興味がないんでしょうね。だもんでもんでね、僕もほら、もっとほら、こう女性に見てもらおう思ってね、ああいうこうスイーツ系なんかもね、やっていった方がいいのかもしれないですね。ああ、なんかうっちょるね。でもこの辺とかほら、これ見て、ほら埃かぶってますよこれ。もう埃がほら放置されすぎて、えらこっちゃですよこれ。あ、ほらこれ犬パグとほらチワワ、キャワウィーね。ほんまに、ほら、あ、こっち向いて、あ、かわいいねチワワ。ちょっと大きいですねこの二人ね。あ、ほらコケコッコいますよ。あ、これほらジャパニーズみたいですよ、チャボ。確かにこの白いのはね、日本でよく見るやつですよね。鳩とかね、鳩なんかいらんわね、マジシャンじゃないんだからね。まあほいでもね、そろそろマジシャンとしてね、やっていく必要もあるかもしれないですね。ここほら、ハムスターいますね。ハムスターってね、かわいいでしょ。でもね、フィリピンってネズミがようさんおるんですよ、道端とかでも。なんかほら、ハムスターとネズミって紙一重でしょ、なんかね。前ね、この何年か前にこの辺でヤドカリとかも売ってましたけどね、もうおらんのかな、ヤドカリは。ここはね、なんか締めちょるね。もともと何のお店やったのかもちょっと覚えちょらんですけどね。まあ、ほいでもほら、前の方も見てもね、結構人はおりますよね、このね。まあ今日ね、土曜日ですしね、そういうのもあるでしょうね。あ、そうだ、この辺がほら、タイムゾーンとか、そういうのが集まってたんですよ。
ゲームセンター関連ね、こんなんね営業できませんからね。もうほら完全に閉めちょるもんね。こっちもほら鉄拳ありますよ。こういう乗り物とかもね、こんなんね多分もう1年以上動かしておらんでしょうから、ぶっ壊れておる可能性がありますね。フィリピンはねメンテナンスとかしませんからね。バコルドチキンね、バコルドチキンもちょっとだけお客さん入っちょるね。人はね結構おりますね。まあ、レストラン関係はねほんまにね人が結構入ってますね。まあ、ほいでもねレストラン関係じゃない服屋さんとかね、そういうところはあんまりね人が入っちょらん感じですけどね。うん、あでもね人がねもうギャンギャンおりますね。それではね、どうでしたか？これがね、SM メガモールの感じですね。今はね、厳しい目の GCQ です。まあ、それでね、やっぱ規制がちょっと緩和されたということで、レストランにもね、人が、まあ、前よりね、入れるようになってましたしね、結構ね、人はおりましたね。うん。まあ、スーパーマーケットもね、結構大盛況です。とまあね、こんな感じとす。チャンネル登録、グッドボタンを頼もうします。それではお時間でございます。